じゃあリングアウトありにしますか。しますか。しますか。リングアウトだと場外に飛ばされて着地しちゃうとこの時点で負けと。おじいちゃん大丈夫かな。大丈夫か。でも大丈夫そうだった。おじいちゃん大丈夫。醜も抗うか。校長、校長、校長目立ったな。どんな技使いに。うわ、うわ、まずい、まずい、まずい。これリングアウトできるんじゃない。まずい、まずい、まずい、まずい。ちょっと待って、ちょっと待って、まずいって。おい、待って、ちょっと待って。こういう感じでやればいいですか。ああ、もう。なるほど。これ相性悪いな。なんかこう狙っとるのが敵を追っかけてると可愛いですよね。こうついてくる。本当だ。ちょっと待ってみたいな。ちょっと待ってって。何を言ってるのか。じゃあめっちゃ早い。どうした。舐めるな。うわ。まずい。これはまずい。まだまだ。おお危ねえ。危ない。おもううわ。ひどいよ。ひどいよもう。これが正しいあれですよ、戦い方ですよね。これリングアウト決勝そう。ちょっとあっさり終わっちゃったんで、もう一回これで。もう一回ものオールフォーワンでのプレスのトラ技見たいです。見たいですね。よし、僕はこの本見てますよ。絶対選べ。これを、ここ原作でも僕一応ゴール前でいますんで、一応再現できてますよ。息だけか。息でいいかな。押しろ。うまい。あ、しまった。結構あっさり負けましたね。かっこいいですね、この KO。 ちょうどいい。やばい、ガードブレイクされた。そんなアホじゃないですよ。もうちょっと小手ごと出しますけど、はい、最適に。ああ、しまった。うわ、耳が、あ、そう。今、ジローの最適に出した。反応できるか。ああ、ああ。何。惜しいな。わあ、阻止された。なるほど、ああやって使うんですね。食らってる間にサイドキックを使って相手の攻撃を出す。2止まりますよ。わあ、丸ですね。起きた。一応コンボでも繋げられるんですね。お、起きた。うわ、やばい。筋骨バネか、瞬発力かける4、余力増強かける3、増殖、肥大化、秒、エアウォーク、総骨。君を殴る。うわ、起きた。どうせは楽しいな。気づいたか。間に合わんぞ。うわ、うまい。どうですか、このオールマイト、僕の。うまい。連携。あー、飛ばすなぁ。うわぁ、距離取られるのも本気やだなぁ。うわぁ、逃げられない。取ってるくせに前詰めるの早いんですよ。うわぁ、何もできやしない。うわぁ、もう。うわぁ、これなんだ。ああ、しまった。スキルだけですね、外すと。そうなんだ。おお、意外と普通に終わっちゃった。普通に終わったわ。コマンドを間違えました。普通に勝っちゃいましたね。ちょっとほぼ無言でやっちゃいましたけど、
やっぱ宮崎のも見て思ったのはマニュアルモードを使いこなせると楽しいんだろうな、うん、なんか面白いです。あのコンボつなげたりとか L1 でそうですね、キャンセルして僕はあのまだどこの派生でどうコンボできるかは理解してないんですけど、はいはい、それを調べていくのが楽しそうだなと思ったんで、うん、そういうのもっと探っていきたいなと、ね、場所はどうしましょうか。市街地、市街地、市街地の広い、はい、行きましょう、はい、行きましょう。おお、でも、ここでも、おい、あ、なんかいや、うん、レベルの違いを、かっこいいな、この子、戦士すごい、うん、ミネタがすごい、もうミネタがすごい多い。僕これさっき浅田さんがノーマルモードで僕マニュアルにしてみたんですけど、はいはい、マニュアルだと今日はここまで近くで出せると、はい、でノーマルだと自動的にすごいすごいすごい、ボタンが個性、はい、おでこうなんか投稿機入力しながらで少し技が変化しております。で丸ボタンもこれも違う個性ですね。これが個性ですね。そうですよ。これがカウンター攻撃ですね。なんか攻撃を受け止めて、ああ攻撃できるとこれか。あウォールラッシュ。あこれはウォールラッシュ。壁に広い広い。こんだけライフを減ったところで消えますか。あ凝った。まずい。ああまずいまた。あ、これがウォールラッシュチャンスってやつですね。あ、ガード、これがガード踏み攻撃。ガードをしながら、ほうほうほう。カウンターとガードを使うと、相手が反撃結構ガシガシ来たらカウンター使って、うん、ガード固めたらガード踏み攻撃。なるほど。で、ウォールラッシュして、こう逃げ回りつつ、空中でダッシュに入れて、空中でガード、おー、立て、立てはできた。攻めてきてくださいよ。ここでサイドキック使って、おお、スーちゃん、スーちゃんは自キャラを飛ばすことができる。あ、すごいな、あ、これは何だ。あ、ちょっと今使いどころがフルスウルトラ技使ってください。わかりました。これでフルスウルトラを、あ、これ3本消費なんですね。これ見てみたい。何ですか。考えが、はい、使わずに戦いますか。はい、うわぁ、おぉ、おぉ、あ、やばい、これは今ガードブレイク。 あ、ガードしすぎるとあのこの、そうですね、ゲージの負荷減ってって、それができちゃって、あ、本当はガンナの風があんまりない。おぉ、あ、おぉ、これガードブレイクしやすい、しやすい、このなんかこう、レーザービーム、レーザービームかな。おぉ、こんな感じで、普通にあとはノーマルモードなので仕掛けだけでガンガンできると。あ、こうガンガン攻めていただくには、ね、カウンター技、あ、ちょっとサイドキックで固めると。あ、来た、俺の交互に通過しろ。うわぁ、いけたいけた、おぉ、あ、まずい、コンボ消える。うわぁ、あ、3本溜まってます。お、本当だ、3本溜まるとフルスウルトラオールという超必殺技が、はいはい、え、お、来た、お、サイドキックと、お、これいいですね、このカットイン。あ、サイドキックと合わせて同時攻撃。うわぁ、強い、これ空中で三角ちょっとやってみよう。燃えろ。あ、ちょっと遠い、遠い。お、来た、来た、当たるかな。あ、おお、うわ、すごい、え、めちゃめちゃ減る、めっちゃ減る、厳しい、いいな、一発逆転されるな。もうちょい、あ、これ強いですね。なるほど、想像結構固めてくる感じですね。やおよろずは、うん、やばい、負けてしまった。普通かっこいい。お、ちょうど原作で言われたプリセット機能。なるほど、どうしましょうね。普通のヒーローにするか制服にするか。ヒーローですよね、まあ、ヒーローしますか。あ、これか、オールマイト、オールマイトですね。これはとか、これは草耳なのかな。伊豆くの、あ、そうか、伊豆くのあれですね、ですね、ハチマキ、あ、これは騎馬戦のやつ、騎馬戦のやつだ。あ、そう、ポイントが書いてあるやつ、はい、すごい、ここまで
あ、これ初めめなんですね。へえ。これつゆちゃんのじゃないかな。キャラクターがつけてるものって結構いけるんですね。これ雷。ちょっとなんかかっこよくないですかこれ。そう、あれでもなんかポニーテールが消えた。あ、本当だ。ポニーって消えた。頭に上げる。あ、なんか髪の量が減ってすごい印象が変わりますね。これ印象変わりますね。すいません、ちょっとね、じっくり。あ、これもあるんだ。これすごいな。これすごい。あの、これかっこいいな、ちょっと。かっこいいですよ。あ、あ、ミネタ。来たましたよ、ミネタ。幸せそう、ミネタ。ミネタ。ちょっとな、ここ全然弱そうだけど、ミネタ。ミネタありすぎでしょ。ミネタスタイルに統一しちゃっていいですかね。これ。あ、エンデバーもある。エンデバーか。メガネ、メガネ、アイウェア。ね、これ。ある、え、な、さすがにミネタは。あれがあります、これ。しがらきの。あ、前見えないでしょ。前見えてない。前見えないでしょ。あれ、しがらきどうやって見てるのかなっていつも不思議になってました。もうこれ首、これは首元ですね。首は大事ですよ。これトガちゃんのですね、はい。吸血マスク。ステイン、ステインマフラーのポップな、ポップな感じになって、印象がだいぶ変わる。全然違いますね。もう一個二個見えてほしいわ。これセロハンターですね。セロハンターの。ああ。ですよね。とか、あ、でもカーリング結構統一できそうですね。あ、まあヤオルじゃマトリョーシカで、まあこう手ですね。手だ、怖い、ちょっと怖いな。あー、いいだーのインゲニマフラー。あ、出た見えますかこれ。背中よだれ垂らしてる。うわ、いや、あ、でもあ、でも、え、ネズさん校長先生も校長先生もこれダメでしょ。校長これダメでしょ。倫理的に案件ですよね。まあ、あの他のキャラクターならいいけど、これね、あ、ね、校長もあるんだ。校長、これ初見の校長いいな。遊び心がありますよね。校長ってあれなんですよね、確か動物が個性持ってああなったんですよね。あ、そうか、はい、そうね、すごい珍しいタイプらしいですね。で、腕が、あ、これはちなみに堀越先生の自画像。そうですね、先生がアームレットつけれますか。さすがに腕にミネタはつけれない。まあ可愛い感じしますよね。で、足はね、足いましたね。いますよ、ミネタ。これでできましたね。できました。かわいそう、八百万とこれセットできる、登録できるんですよ。だからあの実際にあの友達とバトルするときに、はい、ここから呼び出してこの衣装で戦えると、はい、なるほど。